はい、こんにちは、チャチャです。新防具と新装飾品で連戦未装備に革命が起きました。常時、ど根性状態かつスタミナが一切減らず、福間共鳴や恐竜章を採用せずとも火力を出し続けることができる強化装備がより強力になりました。ちなみに強化などの神護石は必要ありません。今回はアップデートで追加された新装備を採用した超快適かつ火力を維持した全属性の連射弓装備を共有し、実戦もご覧いただきたいと思います。武器です。弓は属性威力の高い手数武器です。各属性の弓を作った方が火力が断然出せるので、全属性分の弓を作るというのが一般的です。おすすめの連射弓は、火属性はビオレウス希少種の弓、雷属性は飛びかがちの弓、水属性は玉三つねの弓、氷属性はルナガロンの弓、竜属性は混沌をうめくゴアマガラの弓です。怪異錬成は攻撃レベル1で、残りをすべて属性に振っています。防具はこちら、全属性統一です。護石は連射や強化レベル3、4、1、1を使用しています。こちらチャージマスター3、スロット4、1、1でも OK です。この護石は怪異錬禁術円環でスキルを指定して100連もすればすぐに出ると思います。第2スキルでいいものが出ればより快適になります。ただ実は護石は奮闘や豪快などの神護石があれば怪異錬成の難易度がぐっと下がるので、奮闘や豪快のいい護石をお持ちの方はそちらを使っていただいた方がおすすめです。これめっちゃ強くないですか？私は怪異錬成はこんな感じにしております。とりあえず奮闘はレベル3になるまでマストでつけていただいて、あとはお好みで足していってください。スキルです。まずは必須スキルから共有します。今回の主役は奮闘レベル3と強化レベル2です。この2つはセットです。奮闘レベル3は体力の赤ゲージが長いほど会心率と属性攻撃力が上昇するスキルです。赤ゲージの長さが体力の 60% 以上の場合、属性値が 1.2 倍、会心率がプラス 20% し、さらにスタミナの消費が完全に無効になります。強化レベル2。早替えの書青に切り替えると、体力がすべて赤ゲージになり、徐々に体力が減少するというスキルです。この時、赤いゲージが残っている限り、ダメージを受けても力尽きません。強化のおかげで奮闘が常時発動するようになり、スタミナが全く減らなくなるので、体術とスタミナ急速回復は採用していません。そして、奮闘と強化を助けるスキルとしまして、降格の恩恵。このスキルのおかげで徐々に体力が回復していきます。この3つのスキルを採用した状態で、活力剤とこんがり魚を食べると、体力が減少しなくなります。つまりこれどういうことかと言いますと、いくら被弾しても無敵で、かつどれだけ攻撃してもスタミナが全く減らない状態になるんですよね。とはいえ、被弾するたびに体力の減少量は増えてしまうので、放置していたら力尽きてしまいます。被弾をしたら早替えをし、また元に戻すと減少量がリセットされるので安心してください。本当の意味でゾンビ弓になります。血気。モンスターの V 破壊済みの貨車へ攻撃をヒットした際、ダメージに応じて体力が回復する効果を得るスキルです。レベル1では与えたダメージの 3%、 レベル2では 6%、 レベル3では 10% 回復します。こんがり魚で回復する効果が90秒なので、なるべくこの90秒間で V 破壊をし、血気で回復できるようにすると体力を気にせず狩猟できるようになります。血気があるので、狩猟に慣れてくると属性値の上がる水属性と氷属性の弓以外は降格の恩恵レベル3を外すという選択肢もあります。竜属性の弓だけ血気レベル1にしてるんですけど、結構ギリギリなので、できればレベル2以上あった方がいいかなと思います。血気覚醒レベル1。攻撃を当てることで回復した体力量に応じて攻撃力や属性値が30秒間上がるというスキルです。レベル1の場合、体力の回復量が50の時に攻撃力プラス4、属性値プラス4。150回復すると攻撃力がプラス8、属性値がプラス8されます。これは血気による回復効果で発動します。上昇量を見ていただいたらわかるように、レベル1を採用するかレベル3を採用するか、どちらかで迷うとこなんですが、レベル3を採用すると第2スキルとスロットが優れた強化2の神護石が必要になります。ゆくゆくは血気覚醒レベル3で組みたいですよね。連射や強化レベル3。連射への物理力が上がるというスキルです。この倍率には属性は乗りません。飛びかかちの弓でこの矢強化あるなしで調べてみました。レベル3で 1.2
1.2 倍です。弓は物理が下方修正されたとはいえ 1.2 倍は大きいので採用は必須です。続きまして、弓のため段階解放です。こちらは弓のため段階を1段階解放するスキルです。右がため段階を解放していない時の飛びかがちの弓、左がため段階を解放した時の飛びかがちの弓のダメージです。このように弓は貯めると威力が上がったり矢の本数が増えたりします。なので基本的にため段階は高い方がダメージは出ます。ただし玉三希少子の弓のようにもともと最大までため段階が解放されている弓もありますので一概に必須とは言えませんが、属性連射弓に関しましては現状では必須と言っていいと思います。回避距離アップレベル1、ステップや回避の距離が伸びます。三河仕上げの場合はつけてないとものすごく短く感じる方がほとんどだと思うのでつけることをお勧めします。属性攻撃強化レベル5、属性の攻撃力を 1.2 倍にしさらにプラス4するというスキルです。属性を盛ることでダメージが全然変わってくるのでぜひ採用してください。弾道強化レベル2、連射弓は入れ替え技で矢強化を使います。矢強化を使い20丸が出た状態で矢を放つと攻撃力が 1.15 倍、属性攻撃力が 1.1 倍します。効果時間は105秒です。弾道強化がない時に矢強化を使うとこのようにかなり距離が短いのでプロハン仕様になってしまうんですが、弾道強化レベル2があるとこれぐらいまで超適正距離が伸びてくれるので矢強化の効果を存分に味わうことができます。非属性のみ遠隣の恩恵レベル3を採用しています。レベル2で非属性の攻撃値を 1.1 倍にします。レベル3あると毒と猛毒が無効になるので大名槌なのに強く当たることができます。続きまして、火力スキルと便利スキルです。恐竜小食レベル2、モンスターに見つかると恐竜症に感染します。恐竜症に感染時攻撃力がプラス15、属性値がプラス7します。モンスターに攻撃を与え続けることで恐竜症を克服し赤ゲージが回復、60秒間感染率が 25% アップします。そして60秒後また恐竜症に感染します。火力アップだけではなく強化で減った体力も回復してくれるのであった方がいいスキルです。ただね、これがあるとどうしても強化と合わせて体力の減少が加速されてしまうので恐竜症で力尽きてしまうという方は回連星を使って恐竜症自体を消してしまうというのもなしではありません。ただできればあった方がいいんじゃないかなとは思います。ただ慣れてくるとめちゃくちゃ便利に感じると思います。災火転覆レベル2、状態異常や属性エラーレを解除すると30秒間攻撃力がプラス15、属性値がプラス3されます。恐竜症を克服した際に発動するので恐竜症とセットのスキルです。見切りレベル2で会心率がプラス 10%、 弱点特攻レベル2で肉質が45以上の部位に攻撃を与えると会心率がプラス 30%、 奮闘が発動している時プラス 20%、 さらに恐竜症を克服した時にプラス 25% なので最大で 85% の確率で会心攻撃が発動します。会心攻撃が発動すると物理ダメージが 1.25 倍になります。また会心攻撃が発動した際会心撃属性も発動し属性ダメージが 1.1 倍になります。人輪磨きレベル1、三河仕上げなどの回避行動で攻撃をかわすと 50% の確率で30秒間雪撃瓶でのダメージが 1.1 倍になります。装填速度レベル2、このスキルがあると瓶の装填にモーションを挟まなくてよくなるので人輪磨きが発動した際に素早く雪撃瓶に切り替えることができます。3発目までは雪撃で4発目までは強撃とかに変えることもできます。連撃レベル1、攻撃ヒット時一定時間攻撃力がプラス5、属性値がプラス5されます。さらに効果が5回継続すると上昇効果がさらに上がります。訓練所で試してみたところ攻撃力370が378に、属性値42が48になったので攻撃力がプラス8、属性値がプラス6増加すると考えて良いかと思います。またすぐに解除されたので効果時間はおそらく3秒ぐらいです。逆恨みレベル3、体力に赤ゲージがあると攻撃力がプラス15されます。ずっと赤ゲージ前提なので常時発動してくれます。弱点特攻属性レベル3、属性肉質20以上の部位に攻撃を与えると属性の威力が 1.15 倍します。チャージマスターレベル3、弓のため打ちをした時属性威力が 1.15 倍になります。強振レベル1、攻撃を当て続けると強振ゲージがたまり強振ゲージがマックスの時に攻撃を受けるとダメージが減衰しひるむアクションを行わないというスキルです。
いい感じにね、スロットが開けば、さらに合身や通撃を持ったりしたいなと思ってます。他のスキルは勝手についてきてます。続きまして装飾品です。まずは竜属性、火属性、雷属性、水属性、最後に氷属性です。採用スキルの優先順位はこちらです。こちらの順番を参考にしていただいて、どんどん怪異錬成や護石を組み替えていただければなと思います。入れ替え技はこんな感じです。開幕合力の弓掛けをして、早替えをして焼強化っていう流れがいいかなと思います。また豪舎に関しましては、スタミナが無限なので絶がおすすめです。食べるご飯お好みなんですが、私は医療術大、短期催眠術、早替え術を採用しています。アイテム結構適当なんですが、こんな感じにしてます。ショートカットはこんな感じです。それでは実践です。まずは強化の効果ご覧ください。早替えをすることで体力が赤ゲージになり、どんどん減っていくんですが、ここで活力剤を飲むことで体力の減少を抑えることができます。体力減らなくなるんですよね。減らなくなりまして、でその後こんがり魚、こんがり魚をさらに食べると、今度は体力がね回復してきます。で今ちょっと虹色を取っちゃったんで分かりづらいかもしれないんですけど、減るより回復量の方が多くなります。ということで怪異等級レベル300のグレンタギルバゼルギウス、35分かな、35分のクエストだったと思います。やっていきたいと思います。まずは破壊をしたいです。破壊をしないと血気の効果が発動しないので、破壊をするために最初罠にかけちゃいました。ただですね、バゼルギウスさん意外と破壊が早くないモンスターなんで、ちょっとかかると思います。良きところで豪傑やられをいただいて、それで血気覚醒を発動させたいと思います。いいよ、体力ご注目ください。一応減ってはいるんですけど、減ってはいるんですけど回復効果があるので、実際は体力は減少しておりません。はい、これの3回目に受けようと思います。この後かな、これも受けちゃいます。これで豪傑やられをもらいました。攻撃を受けるとどん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 ヒットポイント減っていくんですが、豪傑やられをもらったことで回復をし、さらに血気覚醒が発動しました。これのおかげでダメージが増えてます。いいダメージです。そして V 破壊もできたので、ここから血気覚醒発動し放題になります。わー、浮いちゃった。ちなみにまだ早替えをしてないので、通常状態より体力が減りやすいはずなんですよ。減りやすいはずなんですけど、やった、このように血気がついてますので、結構がっつり体力を回復してくれます。ただスタミナが、助かった。恐竜症の回復のおかげで体力が回復し、スタミナを維持することができました。一度攻撃を受けてるので、どうしてもこちら側が攻撃しないと体力減ってきますよね。なんですけど血気があるので、ちゃんと攻撃を続けていれば体力がどん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 回復してくれます。はい、入りました。ひたすら V 破壊がされている部分に攻撃を与えていきます。血気覚醒は体力50分回復したら、まあ、第1段階の強化で、さらにそこからプラス100、まあ、150ですね、回復したら第2段階の効果があります。はい、モンスターとかにも全然よると思うんですけど、血気覚醒を潤沢に発動させるためには血気レベル2、または血気レベル1に体力回復量アップ3とかね、あの駆者の装備とかでついてくるあれがあれば、まあまああの確実にサクッと発動してくれるので、血気はできれば2欲しいとこです。1でも頑張ればできます。
ただできれば2あった方がかなり楽かなって感じです。3はあると、まあ、過剰ではあるんですが、スロット余ってたら3でもいいかなっていうところはあります。レベル3がね、レベル1が 3%、 レベル2が 6% で、レベル3が 10% なんで、回復量が、まあ、レベル3つけるとコスパはいいんですよね。よいしょ、人輪磨きやっと発動しました。これずーっと 50% 外し続けてましたけど、ようやく発動しました。嬉しいです。お疲れ様です。こんな感じで安全に狩猟しながら血気覚醒を発動させ、火力を出すことができます。ということで、今回は血気覚醒を採用した連射弓装備ご紹介しました。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんサンブレイクの動画も投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またね。you